こんにちは、ビリージェンド田中です。今回は得意な部位はやめてみる、減らしてみるというお話をしたいと思います。動画の概要欄には B レジェンドの公式 LINE やお得なセール情報も載っておりますので、ぜひ一度チェックしてみてください。ここの部位は他の人によく褒められるとか、この種目の重量はとにかく重いのがこなせる、比較的強いのでなんか好きっていう部位や種目があると思います。そういう部位があることで褒められたりとか、その部位は効かすのも感覚も鋭いし、重量も次々伸びていくので、トレーニングを楽しめるきっかけというか、続けるモチベーションになるというところになってくると思います。まあ、私自身で言うと効かすトレーニングよりも重量こなす方が好きなので、とにかく重いのを持つっていうところに特化してトレーニングを続けているので、得意な部位を徹底して行うっていうのは気持ちわからないではないというか、私そればっかりやっているので、そういう状況になるのは理解できますね。ただしですね、得意な部位、得意な種目ばっかりやっているとですね、体のバランスはどうしても崩れてきてしまいます。例えば男性であれば、ベンチプレスみんな大好きな方が多いと思います。ベンチプレスばっかりやっているとですね、体の前の方、前面ばっかり発達して、巻き肩ですね、肩が前にずれていって、そのまま猫背になったりとかですね、姿勢が崩れたままベンチプレスを続けることで肩を痛めたりとかですね、姿勢が崩れるし怪我につながってくるというデメリットもありますね。もう一つ先のレベルに行った話をすると、例えばボディービルであったりとか、フィジークであったりとかですね、見た目を競うコンテストにチャレンジするようになった場合は、極端に強い部位と弱い部位が明確に分かれているとですね、弱点として弱い部位が目立ってしまいますので、試合で勝つのが難しくなってきますね。そこでですね、得意な部位を減らしてみる、やめてみるというアプローチが重要になってくることがあります。得意な部位を減らしてみる、やめてみるっていうのは、せっかく好きなトレーニング、得意なトレーニングやりたいのに、なんかトレーニング楽しくなくなるじゃんとか、弱点の部位のトレーニングを増やせばいいだけじゃんっていう気持ちになることも当然あるかとは思います。ただしですね、得意な部位というところをどういう状況になるのかっていうのを考えてみると、やめてみる、減らしてみるっていうのが意味があるように思えてくると思うので、その状況の説明をしたいと思います。得意な部位というのはですね、筋肉に刺激もしっかり入りやすいし、比較的重量もがっつりこなせるようになると思います。ということは、その部位に対するストレスが最も強くなるというか、ダメージを最も入れるのがうまくなってしまいます。体の回復力ですね、筋肉の合成力っていうのはある程度限界があります。筋肉がつく過程というのは、トレーニングで刺激を入れて筋肉を破壊して、でその後に筋肉を回復させて筋肉を増やすっていう過程をとっていくんですが、得意な部位に強い刺激をしっかり与えれてしまう、発達するための材料とか資源とかが得意な部位にばっかり入っていってしまうと、苦手な部位に使う体力的材料とか回復力の材料なども、やはり苦手な部位に行くよりも得意な部位にかかってしまうということになりますので、回復がどうしても苦手な部位にしっかり向かないし、刺激も十分じゃないので、苦手な部位は苦手な部位としてそのまま残ってしまうということがありえます。そこで得意な部位に入れる刺激の量、体力の余力などもそこに割かないようにすることで、得意な部位がちょっと落ちる分ですね、苦手な部位がより発達してバランスが良くなるということも考えられます。1ヶ月から3ヶ月程度得意な部位のトレーニングやめたところで、トレーニング再開したらね、おそらくすぐ発達して追いついちゃうと思います。得意な部位であれば、どうしてもこう強かったり他より大きくて目立つことで、自分の中でいつの間にか最優先事項になってないかっていうところも考えられるので、そのマインドを思い切って一旦捨てるというところも大事になってくる。弱点を強化してバランスを取るというところでは、中途半端にやめるんじゃなくて、もう思い切って1、2ヶ月切っちゃうというところも良いのかなと個人的には考えてます。よくある事例だと、特に体力を使う種目ですね、スクワットであったりとかデッドリフトとかって結構やっぱ体力消耗する、ダメージ体に入るので、そこが強いから、ついついこうスクワット週3回とかやっちゃったり、デッドリフトも週2回ぐらいがっつり高重量持っちゃったりできる人、そこが得意な方は上半身
が弱点になっていた場合、スクワットデッドばっかりにトレーニングのエネルギーとか回復のリソースが割かれてしまって、上半身の発達がその分遅れちゃうということが、まあ、よく起きてしまいます。どうしてもこう他の人に対して優位に立ちたいとか、強いことで、まあ、認められてる、トレーニング自体も気持ちいいという状態になってしまうと、やっぱりこうスクワットデッドリフトの重量を落とすことは抵抗がどうしても心理的に生まれてしまうと思います。なので上半身が追いつかないという状態になっている人もやはりいます。まあ、そこで思い切ってまず頻度を落とすと多分上半身発達すると思います。で、仮に偶然ですけど腰を痛めたとか怪我をしてしまってデッドリフトができなくなってしまったというところで、まあ、結果的に頻度が減ってしまったという、まあ、私たまにそういうこと起きるんですけど、まあ、そういう場合は苦手な部位が意外と克服されてバランスが良くなったりするということも起きるので、得意な部位をですね一旦減らしてみる、やめてみるっていうのは、ストレスを与える総ボリューム量とか回復に割くリソースの量とかの問題を考える上では、やはり発達させるためには効果的かなと思います。まあ、得意な部位を減らしてみる、やめてみるというお話をさせてもらいました。見た目のねバランス、美しさを競うボディービル、フィジークなどのコンテストではやはり弱点のない体っていうのが重要になってきますので、そういう大会の出場を目指す方は明確に弱点があるのであれば、オフシーズンとかですね、得意な部位を一旦減らしてみるっていうのもやってみると良いかと思います。私の場合はまあ別にボディービル、フィジークとかですね、まあ、そういう大会に出てるわけではないので、まあ、あくまで得意なことをやって、まあ、トレーニングをひたすら楽しく取り組めたらいいやという考え方で、筋トレ好きのおじさんという感じでトレーニングやってますので、基本的には楽しくモチベーション高く取り組める種目っていうのを最優先してやっておりますので、まあ、価値観は人それぞれなんでね、まあ、必ずしも得意なところを得意のまま置いてちゃダメっていう話ではないんですが、まあ、一つのアプローチの例として知っていただければ良いかと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄を一度チェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。